はい。皆さん、こんにちは。マクガイバーの小部屋へようこそ。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。本チャンネルは映画と特撮をメインに他のジャンルなどを商品や関連グッズを通して紹介していくチャンネルです。当初より編集なしの一発収録で配信しております。えー、時々ですね、まあ噛んでしまった場合にはですね、す、え、べ、ー、て最初から撮り直しということはしております。えー、理由は 瞬発的な説明力の向上という目的があるためです。お見苦しい点、お聞き苦しい点などあるかもしれませんが、どうかご容赦ください。配信は毎日行っております。極力17時から夕方の5時から行っております。遅くなる日もありますが、毎日は行っております。チャンネル登録、継続視聴、お知り合いの方にお伝えいただけましたら幸いです。 もしですね、登録していただけた際には、登録済みという文字の右側にあるベルマークの通知を全てにしていただきますと、最新更新情報をリアルタイムで取得していただけます。よろしければお願いします。はい、それでは行きたいと思います。えー、本日のテーマですが、えー、ゴジラシングラーポイントですね。の えーまあ、先行で見られている方もいらっしゃるのかも分かりませんけども私は地上派ですので、えー、本日4月8日の、まあ、夜中と言っていいのか4月9日の0時ですね、うん、に第2話が放映されますねはい、えー、まあ第1話ちょっとネタバレになるとこもあるかもしれませんので、えー、その方はもうここで、えー、本日はちょっとやめていただいた方がいいかもしれませんがまああのー そのつもりで、ね、ちょっとお聞きいただけたらと思います。まあですね、あのー、第一話、もう謎、謎が謎を呼び続け、えー、これからたくさんの回収がされていくのかな、伏線がいっぱい張られた、えー、第一話だったかな。そして、えー、怪獣も、ね、怪獣と言っていいのか、まあ三体、えー、ね、えー、そういうその人間外の、えー、ものたちが現れてとかね、非常に展開も良かったし、 そして音楽もね、うん、なんかこう癖になってしまうような曲も多かったとかね、うん、でも中身はやっぱり今風な感じはすごく感じられましたよね、うん、キャラクターもねなんかこう脱力感があるようなやる気があるようなないような うんまあ、そこも面白かったし、うん、非常にいいですね。で、えーまああのー、番組が始まる前からですね、いろいろソフビーが発売されてて、まあ、それはもう買ってたんですけども、まあ、ちょっとそのあたりも今日はちょっとご紹介しようかなと思いながら。で、ま,あ、このまずタイトルなんですよね、ゴジラ SP シングラーポイントというタイトルですけど、うんまあ、いろいろこう見ていくと、うん、あ、ここに点がつきますかね、ここに点が。 つますかで、えっ、ー、とシンギュラっていうのは、そのシンギュラリティっていうんですかね、あのシンギュラリティポイントという技術的得意点というそうですね、えー、レイ・カーツワイル博士という方が提唱した人工知能、AI 人工知能の、まあ、祖と言われているそう、方ですだ、だそうですね。でその方が言うには 人工知能が人間の知能を超えたときに人間生活に何が起きるかということをまあ描いた言葉、説明した言葉で、それを技術的得意点、シングュラリティポイント。おそらくこの、えー、シングュラポイントというのは、えー、このシングュラリティポイントということに当たるのでしょうで。それが、例えばこのキャラクターたちの何を意味するのか、ジェットジャガーなのかなというようなところもありますが、まあ、その辺りはこれからの謎ですね。はいで えー、まあ今日はね、ちょっとソフビということいきますが、まあ、こちらがその、出てきたね、第一話登場しましたね、えー。1970年代ですか、およそ今から45年、6年前後に、ゴジラ対メガノで初めて登場した、えー、こちらですね、ジェットジャガー。ねでこのジェットジャガーをモチーフにしている、ねこちらちょっとタグがなくて残念なんですけど、ねこれはね、面白いんですよね、ジェットジャガーね。ゴジラ対、えー、ゴジラ、 ジェットジャガー組対、えー、メガロー外観組っていうね、その戦いがね、また面白かったんですよね。はい。かっこいいんですよ。これ人間が作ったんですよ。このロボットはね当、当時のね、作中ではね。で、えー、そのモチーフとしてはこちらジェットジャガーということで、全然造形は違うんですけど、でもどう見てもジェットジャガーなんですよね。で 本編では大滝ファクトリーという、まあ、町工場の親父さん、そしてその従業員が作るロボットなんですよね。で、劇中ではここをパカッと開いて、大滝社長ですか、だとかに乗り込んでという様子も見られたので、一応人間が操作するという、中から操作するという体なんですね。このジェットジャガーの時はね、そうじゃなかったですね。はい。外からっていうことでしたね。でもまあ、ある時ちょっとすごいことが起きるんですけどね。目の色が全然違いますね。 こっちは大きく裂けてますね。こちらの方がね。体格は全く違いますね。はい。で後ろに、これ、おそらくね、バッテリー的なパックを積んでるという意味なんだと思うんですけどね。配線があったりとかね。うん。こういう造形物がソフビで出てくれるのはね、やっぱ嬉しいですね。稼働は手と、そして足ですね。はい。うん。という感じですね。 かなり予告編とかでもね、機敏に動いてる様子は見れましたよね。ジェット・ジャガー・ SP って書いてますね。こちら SP。えー、特段ね、解説はないんですよね、これね。仕方がないですよね。本編放送前でしたからね。うん。ということですね。はい。というのが一つ。そして、えー、劇中ではラドンらしき、えー、ね、えー、 その有翼怪獣が飛んできたりですね、まあ、あれがラロンなのかなのか分かりません。そして、第1話、最終にはですね、えー、この骨は一体というようなところで、あの、有名なゴジラのテーマがかかるというね、いうことで、まあ、この生きたゴジラという存在が、どの時点で登場してくるのかっていうのは全く分かりませんけども、まあ、楽しみですね。全然違いますよね、これね、ゴジラ、ゴジラウルティマっていうね、ですね。 ウルティマってアルティメットっていう意味のウルティマなんでしょうかね。で、はい。おー、すいません、倒れてしまいました。それでですね、あのー、まあ、よいしょららら。はい。で、このね、まあ、このゴジラもですね、造形が全然違ってましてうー、皆さんがよく知るゴジラはこちらですよね。はい。こちらね。これ、ゴジラ対スペースゴジラの時のゴジラの祖父ビになります。 ところがこうですよ。この顔の造形、目の目も全然違うしっていうね、はい。でも不思議なもんですよね。あゴジラには見えるんですよね。造形は違っててもね。はい。どちらが皆さんお好みですか。特徴はこの太ももでしょうね。この太もものサイズ感たるやすごいですよ。頭はこれだけ小さいのに、こんなに太いですからね。 はい、すいません。ちょっと画面に収まりきらなくてすいません。ああ、<laughs> すいません。<laughs> はい。というね、まあ、あのー、このゴジラがいつ登場するのかなっていうのは非常に楽しみなとこですけどもね。まあ、本日、4月、放置情報ね、4月9日あ午前0時からの第2回目の放送に、ちょっとね、期待して臨みたいなと思っております。はい。皆さんもよろしければぜひご覧になってください。はい。 えー、それでは本日もご視聴いただきましてありがとうございました。この動画気に入ってくださった方はあグッドボタン、またチャンネル登録、継続視聴、えー、お知り合いの方にお伝えいただけましたら幸いです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。